加古川方面。安全側線が見られる限、南口駅舎、旧南口駅舎、上野駅は、兵庫県加古川市、上野町西条にある、西日本旅客鉄道加古川線の駅である。相対式ホーム2面2線を持ち、行き違い設備を有する地上駅になっている。線路はほぼ東西に走っている。加古川方面の線路が直線となっているが、出発信号機が、 片方向にしか付けられていないため、逆線発射はできない。その他過去側方面の線路の日岡側に安全側線があるが、これは過去側線の電化に最新新新たに設けられたものである。薬人側は上下線の線路が合流するまでの距離が比較的長く十分な仮想距離が取れることから安全側線は設けられていない。過去側方面ホームと薬人方面ホームとは、 屋根付きの古墙橋で連絡している。かつて改札口は南側のみであったが、北側にも住宅が多く、2010年10月に駅舎が新設された。北口駅舎は JR 西日本と加古川市が共同で2010年3月に着工したもので、2010年10月2日に供用開始された。久しの曲線が加古川の流れを表現し、 地場産業である建具を反映した木材が壁面の一部に使われている。そう床面積は約65平方メートルである。隣接して加古川市のコミュニティ施設も建設されている。従来、南側駅舎に設置されていた緑の窓口が移転した。南口駅舎は北口駅舎の共用開始後、改築された。旧駅舎は1948年建築の 木造平屋建てで、瓦吹きの大きな屋根が特徴的な建物となっていた。内部には、待合所のほか、緑の窓口が設置されていたが、改築の際、北口駅舎に移転した。南北両側とも、駅舎内部には、自動改札機はないが、新型の自動券売機が一台設置されている。愛子川2016年3月26日より、利用できるようになった。以前は、 直営駅であったが、加古川鉄道部会体による組織変更に合わせ、JR 西日本交通サービスによる業務委託駅となった。日中時間帯は1時間あたり2本が停車する。兵庫県統計署によると、2019年度の1日平均乗車人員は1057人であり、加古川線内では一番利用者の多い駅である。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通りである。周辺は、加古川市のベッドタウンとして発展しており、当駅の利用客も船内でトップクラスとなっている。駅周辺にはこのほか市跡が数多く存在している。以前は新規バスが乗り入れていたが、現在は廃止されている。加古バスミニ。ありがとうございます。